前科3番893番ちょいき太郎です。明けましておめでとうございます。いろんなご事情もありますから元旦の挨拶はこのぐらいにしておきます。今日はですね、この元旦早々この皆様には本当に申し訳ないんですけども、まあ私もこうして、YouTube 活動をしてきまして、多少は認知もされスタート地点に立ち、スタートが切れたかなというようなところです。まあ私が言うのも大変このおこがましいというか申し訳ないんですが、この元旦に向けてでは、あの私このちょいき太郎も実はまあ父親がいるわけです。その父親に向けて一言話をしたいな。ですからこれちょっと我慢して聞いていただければ、まあ本当に散々苦労をかけて、いろいろな心配をかけてここまで来て、あ、ちょっと喋ってて間違ったなと思いますけど、こういうことなんですよ。ある時にですね、父親から連絡がありまして、まあ本当に言葉数の少ない人です。この私の父と思えないぐらい言葉が下手というか、ほとんど喋らないんで。その人から言われたのが、メールなんですけどね、メール。頑張ってやったんでしょうね、間違いだらけのやつをその、見たんですけども、来年からは、前科893番ちょいき太郎じゃなく、893番太郎にしたらどうだっていうわけですよ。笑えますよね。笑えますよ。結局、もうその、父親の気持ちとしてはそこまでだったんで、前科3番っていうのはもういいんじゃないか。懲役も抜いた方がいいんじゃないか。893番太郎で行けというわけですよ。まあそんなことできるわけもなく、まあ、あ、しまったっていうのはもう言っちゃってますよね、そういや。本当は挨拶で、893番太郎、よろしくお願いしますってやりたかったんですけど、あ、言っちゃってるわと思って、ごめんなさいお父さん。ごめんなさいお父さん。それを皆様に了承取って、親孝行のためにそうやって言いますから、ちょっと誤解しないでくださいね。893番太郎、明けましておめでとうございますってやろうとしたのも言っちゃってますよね。あららら。まあ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 、いいや、こんなもんですわ。ここなんですよ。その、なんていうんですか。まあ、このやることに関してですね、母がですね、そんなことは言っちゃいけない。こんなことは言っちゃいけない。もうそれは心配してくるわけですよ。もうやめてくれと、それは。考えてやってるんで、っていうことで、その去年ですね、あったんですよ。まあ私、短冊メールって言ってるんですけども、画面に入りきれないぐらいのメールが来たの見ないんですけど、もう、あまりにそれはもうちょっともうやめてほしいっていうことで、何かあったんじゃないかって親のメールですから見ますよね。で、言ったのは、もし、懲役太郎に文句があるなら、懲役太郎本人に言ってくださいと。私、息子の何々は、その私、息子の何々に対する助言や還元、意見は、それはもう聞きます。いくらでも言っていただいて構いません。ですが、懲役太郎に文句があるのは、運営の俺太郎に言ってくださいって。したんですよ。で、そしたら、そんなことできませんって言った。だから、できないことなら言わないでって言ったんですよ。考えに考えて、こうだ、こうだ、いろいろ考えて、そのタイトルだけ見ればそう思うかもしれないですけど、この一年半、それで問題が起きましたか？炎上が起きましたか？っていうことです。やっぱり私だけの考えじゃない、二人で考えて、これはどうだろうということでやっておりますんで、まあちょっと話はそれましたが、たった一日だけの893番。でも893番はいいんだって思いましたけど、でも太郎って言ったと、仮にですよ、皆さん、これ、仮にですよ、名前を変えたとしたら、多分これ登録半分ぐらい減るんだろうな。ね？多分減っちゃいますよ。ですから、これ、私、個人的に電話の相談もやってます。親の確執とかもいろいろあります。親の意見が全て正しいというわけではないということで、新年の挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございました。